一六十代醍醐天皇敦仁次の帝醍醐天皇と申しきこれ定時大乗法王の第一の王子におわします。 御母、皇太皇宮、因子と申しき。内大臣、藤原隆藤の弟の御娘なり。この帝、忍那元年、木の富、正月十八日に生まれたまう。官票五年、四月十四日。 東宮に立たせたまう。御年九歳。同じき七年正月十九日。十一歳にて五元服。また同じき九年日の富。七月三日。暗いにつかせたまう。御年十三。 やがてこよい夜のおとどよりにわかにおんかぶりたてまつりてさしいでおわしましたりけるおんてずからわざとひとの申すはまことにやさて世をたもたせたまうこと三十三年 この恩と時ぞかし、村上か須作院かの生まれおわしましたる恩いかの持ちい、天井にい出させたまえるに、これひら中将の和歌都合祭りたまえるは、とて覚えゆめる。 ととせに、今宵数うる。今よりは、桃とせまでの、月影を見む。と読むぞかし恩返し、帝のおはしましけむ。 かたじけなさよ。祝い,いつること言霊ならば、ももとせの、のちもつきせぬ、月をこそ見め。 魚種など見たまうるに糸なまめかしゅうく用の硬さえおわしましける」。